나가 生まれる前からずっとロングフェイス。じゃあ全然意味が分かんないか、生まれる前から生まれて。親のディスですか？親のディスって言い方なんでそっちに向けるんだよ、全員の矢を。全員の矢3本の矢をそっちに向けんだって。じゃあなんでどういうことなんで親に逃すんですか、その。生まれる前から物がなるってことは、親は物がなってことしかありえないんですか？強力な遺伝子を持ってるってことです。だからそういう、今そういうことなんですけど。好きじゃけん、コアロン。それ言われたいな。さあ、ということで始まりました。今回こちらです。コアロン、広島へ行く。ブリバラ。さあ、ということで、実はコアロンですね、今年2回目の広島になりますね。ホームの大宮線の時にですね、広島で友人の結婚式がありましたので、その3月ですか、引き続いての広島訪問になります。こちら楽しみです。ということで、広島、前回一応お伺いしてはいるんですが、まだまだ知らないことたくさんありますので、サンフレッチェ広島のサポーター、さらには広島のスタジアムに応援に行かれたことのあるアウェイチームのサポーターの方々、ぜひ皆さんいろいろ教えていただければと思います。まずやはりこちらですね、おすすめのスタジアムグルメで、さらには、スタジアム外のグルメもぜひ教えていただきたいです。夜ご飯は、広島の方でいただく予定ですので、スタグルだけではなく、ぜひスタジアム外のグルメ情報も教えていただきたいと思います。これはやはりですね、つけ麺ファンとして気になっているのが、汁なし担々麺とか、あと広島風つけ麺、こういったものは広島すごい美味しいというふうに聞いているので、そういった情報もしあればぜひ教えていただければと思います。そして続いてはサンフレッチェ広島さんの注目選手、ぜひ教えていただきたいです。でさらにはですね、FC 東京つながりで言いますと、広永選手、福原選手、そして、ネイサン・バーンズ選手、この3選手がいらっしゃいますね。特に福原選手、前節パトリック選手のゴールアシストされたということで、活躍されているというふうに聞いています。その FC 東京にゆかりのある選手の、印象もぜひ教えていただきたいです。でそして今回は期限付き移籍の契約上、宇高選手は試合出場できないということですね。そして、こちらもスタジアムでのあれ応援、ここもやっぱり欠かせないところです。サンフレッチェ広島さんのおすすめのちゃんとぜひ教えていただきたいです。フォローも知ってるので言うと、さあ行こうぜ、どこまでも走り出せ、このちゃんと熱いよとか、知る人ぞ知るこんなちゃんとあります。あと選手ごとのちゃんとなんかもぜひ教えていただけたらありがたいです。そして、最後にですね、今回行きが、飛行機、そして帰りがちょっと新幹線というちょっとイレギュラーな行き方をするんですけれども、広島駅からエディオンスタジアムですね、エディオンスタジアムまでのおすすめの交通手段などありましたら、ぜひ教えていただければと思います。それと合わせてコアロン好きじゃけんと言ってくれるようなコアロンガール情報も合わせてお待ちしております。さあ、いよいよ2017年最後のアウェー遠征になります。サンフレッチェ広島さんも残留をかけた戦いということで、FC東京もその勝ち点取りに行きましょう。最後のアウェー遠征、絶対に勝ち点3を東京に持って帰りたいと思います。それでは広島の皆さん、素晴らしいいい試合にしましょう。日曜日はよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画スタジオでお会いしましょう。さよなら。大丈夫ですね。で、何ですか？何もなしで。はい？何もなしで大丈夫。いや、何もなし。いや、だからこれ、そういう、あるんですか？そういう文化。やっぱ広島といえば松田さんなんで。はい？サンフレッチェも前身は松田なんで。はい。当然自動車関係のものを食べるのが。いや、全然いいよ。いや、これは国産車の話です。いや、外国産ちょっと厳しい、本当に。全然関係ない。関税かかってますね。いや、だから、貿易マウスを置きますんで、それは。なんで自動車関連を食べるってどういうことなんですか、それは。自動車関係のものを食べるのがいいんだよ。いやいや、あるんですか、それ多分。自動車の食べ物っていうのはあまり結び、そう考えるとちょっと結びつきませんけど。いや、この前何も食べずに行ったら負けたんで。おいおい、惜しいだな。それでは、広島戦、FC 東京の勝ち点差を祈りまして、外国産ドイツ製の対応いただきます。さあ、おそうだよ、このボタン。小春、登録、チャンネル、小春チャンネル、ボタンを、押すだけで、小春、喜ぶ。